テテポテテポ、ディーゼルの不思議な一日。汽車村に雪が降っています。わあ、雪だ。ディーゼル、お、ティティポ、メリークリスマス。メリークリスマス、ついに明日クリスマスだね。今年のプレゼントは何かな。プレゼント、君はもらえるかな。それどういうことだよ。クリスマスプレゼントは優しい列車にだけくれるんだよ。なんだって。あ、遅れる、僕もう行くよ。待て、ディディポ君ってやつは。ディーゼル、ハーブおじさん、今日は点検の日だってこと覚えてるだろうね。はい、準備ができたら早く行ってきなさい。はい。ディーゼルは定期点検を受けるために汽車製作所に向かいました。僕がプレゼントもらえないだって。ディーゼル、洗車しないの。このくらいは綺麗な方だよ。ロコ、ごめん。ディーゼル、びっくりした。驚いたな。ディーゼル、またいたずらして。本当にプレゼントもらえないのかな。テオ。やあディーゼル、今日は元気がないようだね。クリスマスプレゼントもらえなさそうで。なんで。いいことをした覚えがなくって。そんなこと心配するな、ディーゼル。点検を終えたディーゼルが再び汽車村に戻っています。これ何の音だ。蒸気機関車。あ、空を飛んでる。信じられない。降りてきた。行ってみよう。今回は本当に故障したみたいだ。どうしましょうか。さっき空から降りてきましたよね。私たちを見たようです。それは、すまないが頼みを聞いてくれないか。頼みですか。故障したようなんだが代わりに引いてくれないか。お願いだ。はい、僕が引きますよ。よいしょ、準備完了、乗ってください。 ありがとう、さあ出発しよう、ディーゼル。はい、出発します。ところで僕がディーゼルってどうして知ってるんです。その程度のことはわかるよ。機関士のおじいさんが教えてくれた方に行くと薄暗い森が出てきました。ここはどこだろう。こんなところ初めてだ。そろそろ到着だ。はい。あそこだ。はい。こんなところにどうして建物が。わーわー、すごく高い。確かに小さな倉庫だったのに。ディーゼル、ここに泊まってくれ。はい。わあ、コンテナがいっぱいだ。あれを運ばないといけないんだが、故障してしまって。僕が運びます。おお、そうしてくれるかね。本当にありがとう、ディーゼル。そんな、よいしょ。ありがとう、ディーゼル。どういたしまして。じゃあ、荷物を積もうか。はい。ディーゼルは故障した蒸気機関車の代わりに荷物を運ぶことにしました。ティティポティティポ。ところで荷物はどこに運ぶんです。ああ、それをまだ言っていなかったね。これを今夜中に北極まで運ぶんだ。おお、北極。そうだ。そんな遠いところまでどうやって今夜中に行くんです。心配するな、方法があるんだ。はい。なんだ。
こうすれば今夜中に北極に到着できるだろう。なんですか？これおじいさんがしたんですか？それより周りを見てごらん。え？うわー、本当にすごい。さあ、じゃあ行こうか。はい。やっほー。ディーゼルは空を飛んで北極に向かいました。うわぁ、うわぁ、かっこいい。うん、ディーゼル、はい、そろそろ降りようかね。わかりました。よいしょ。うわあ、ほい、ようこそ。久しぶりだな。到着しました。お疲れ様、ディーゼル。ところでここはどこですか？サンタ村だよ。わしたちが世界中のサンタたちに送るクリスマスプレゼントを運んできたんだよ。おお、他の列車で来たんだね。機関車が故障したと聞いて心配していたんだが、ありがたいことにこの列車がプレゼントを代わりに運んでくれたんだ。おお、おかげで世界中の子供たちにプレゼントを届けられるよ。ありがとう、ディーゼル。とんでもないです。ところでおじいさんも僕の名前を。サンタたちは子供たちの顔を見れば名前がわかるんだよ。わしたちはまだ先が長いから荷物を積み替えて早く出発しないと。ああ、そうだな。また会おう。さようなら。気をつけてな。ディーゼルは積んできたプレゼントを下ろし、再び韓国の子供たちのためにプレゼントを積みました。プレゼント頼んだよ。はい。じゃあまた会おう。ああ、お疲れ様。ディーゼル、出発しよう。はい、出発します。メリークリスマス、ディーゼル。ディーゼルは再びプレゼントを積み、サンタ村を出発しました。僕がクリスマスプレゼントを運ぶなんて。気になることがあるんですけど。気になること？クリスマスプレゼントは優しい子供だけにあげるんですか？うん、そうだ。僕いつもいたずらばかりしていて。ははは、いたずらっ子なのかね。それで心配なんだな、ディーゼル。愚かさないでください。そろそろ到着だね。もう降りよう。はい。本当にお疲れ、ディーゼル。いいえ、僕も楽しかったです。君は大仕事をしてくれたよ。君が運んできたプレゼントは今夜中に子供たちに届ける予定だ。プレゼントをもらえていいな。じゃあ僕そろそろ行きます。ディーゼル、よいしょ。おじいさんは。はっはっは、君のおかげで子供たちがとっても喜ぶだろう。ありがとう。そしてメリークリスマス、ディーゼル。おじいさんもメリークリスマス。仕事を終えたディーゼルが汽車村に戻っています。雪だ。ディーゼルが汽車村に戻ってきた時にはハーブおじさんも寝ていて、とても静かで深い夜でした。わあ、みんな寝たみたい。みんなメリークリスマス。よいしょ。一日中働いたディーゼルはすぐに深い眠りに落ちました。
次の日の朝になりました。ディーゼル早く出てきてよ。これなんだ、すっごい。カブおじさんが作ったんですか。私も昨日よ。みんなおはよう。うん、ディーゼルおはよう。これちょっと見て。何、うん、これは何。おもちゃの列車だよ。わあ、かわいい。誰が作ったの。わからないんだ。サンタさんがプレゼントで作ってくれたのかな。本当にそうかな。おもちゃの列車はディーゼルとちびっこ列車たちみんなのためのプレゼントのようです。みんなメリークリスマス。メリークリスマス。ハーブおじさんの休息。晴れた午後です。ティティポが運行に出ています。天気がいいな。早く仕事を終わらせてみんなと遊びに行こう。ルンルンルンラランラン。ティティポは遊びに行くことばかりを考えて駅に泊まることを忘れ通り過ぎてしまいました。どこ行くんだ。通り過ぎたわ。なんで降りなきゃいけないのに。本当に楽しみ。早く遊びに行きたいな。到着しました。なんなのよ。なんだティティポ、駅を通り過ぎるなんて。さっきの駅で止まらなきゃ。本当だ。すみません、僕がまた戻ります。何言ってるんだ。戻ったら僕たちが約束の時間に遅れるじゃないか。どうしよう。ハーブおじさん。ティティポ、どうしたんだね。それが僕がうっかりして駅を通り過ぎてしまいました。何、降りられなかったお客様がいて。おお、そんな。そうしたら、ああティティポ、エリックがもうすぐ到着するから戻るお客様たちはエリックに乗るように案内してくれ。はい。どうしよう、遅れるわ。お、ティティポ。エリック。ハーブおじさんの連絡を受けたエリックが到着しました。すみませんが、前の駅に戻るお客様はエリックに乗ってください。すみません。ハーブおじさんのおかげでティティポは再び出発することができました。仕事を終えたティティポが汽車村に戻ってきました。お、まだ働いてる。はい、すみません。僕のせいだ。どうしよう。次の日になりました。ティティポが朝早くから管制センターに来ましたね。ハーブおじさん。ティティポ、休みの日なのにどうしたんだね。昨日遅くまで仕事していたのが気になって。大丈夫だ、今日はちょっと休む予定だから。ポポと釣りに行く予定なんだ。本当ですか。じゃあ僕が送りましょうか。ありがとう。そんな。ハーブおじさんとポポを湖畔まで送りました。着きましたよおじさん。よいしょ。ありがとうティティポ。はい。ポポ。景色が本当に綺麗だな。ポポ、ゆっくり行こう。ハーブおじさん、後で迎えに来ますね。ありがとうティティポ。はい。ルンルンルンラランラン。ハーブおじさんが休めるといいな。お、ジニーだ。ジニー。これ何の匂いだ。ティティポ、どうしたの。牧場の近くを通ったら油がいっぱいついて、もう仕事に行く時間なのに。ハーブおじさんに連絡しなきゃ。ハーブおじさん、待って待って。昨日も僕のせいで休めなかったし、おじさんをまた呼んだら。ジニー、
僕が代わりに行ってくるから洗ってきて。ティティポ今日休みじゃない。僕は大丈夫、ジニーが洗ってる間僕が運行してるから。ありがとうティティポ。ティティポはジニーの代わりに一生懸命働きました。皆さんお気をつけて。ティティポ。お、ジニー。ありがとうティティポ、交代するわ。うん、お疲れジニー。気をつけてティティポ。ふう、ハーブおじさんに連絡しないで解決できてよかった。お、エリックだ。僕、どうしよう。あ、泣かないで。エリック、どうしたの？あ、ティティポ、この子が駅で迷子になってて、お母さんが来るまで見てるんだけど、いくらなだめても泣き止まなくて。そうなんだ。やっぱりハーブおじさんに連絡しないと。え、ハーブおじさんは今休んでるのに。うん、でも全然泣き止まないから。僕がやってみるよ。いやあ、君、名前は何？ジュン。ジュン、僕たちが歌おうか。歌。ティティポ、ティティポ、ティティリティティティポ。ジュンもこの歌知ってるよね。うん。ティティポ、ティティポ、ティティリティティティポ。楽しいでしょ？うん。一緒に歌おう。楽しく走ろう。ティティリティティリティティポ。ジュン、他にしたいことある？汽車村を見てみたい。汽車村？わかった。ティティポはジュンのために汽車村をあっちこっち見学させてあげました。ここは充電所だよ。かっこいい。ここは大行動。これは洗車機だよ。この時計塔を過ぎたら、じゃじゃーん、ここが列車たちの家だよ。わー、すごい。一度入ってみる？本当に大きい。天井もすごく高い。この絵は何？かっこいい。ティティポ、ありがとう。そんな。ティティポ、ティティポ。ついに管制センターへジュンのお母さんが到着しました。本当にありがとう、二人とも。そんな。じゃあ私たちもう行くね。ジュン、挨拶して。ティティポ、エリック、バイバイ。また遊びに来るね。バイバイ。バイバイ。ハーブおじさんに連絡しなくてよかった。そうだね、お疲れ、ティティポ。あ、そういえばハーブおじさんは魚たくさん釣ったかな。見に行ってみよう。うん、行ってらっしゃい。うん。一方、ハーブおじさんはのんびり休みを満喫していました。うん、ちびっこ列車たちはちゃんと働いているだろうか。今日は問題は起こっていないようだ。よいしょ、捕まえた。おお、写真写真。1、2。そんな。もう一回撮ろうか。ルルルン、ルルルン。お、ロコだ。どうしたんだろう。なんでこんなにゆっくりなの？ティティポ、今日は荷物が多くて、本当は他の列車と一緒に引かないといけないんだけど、みんな遠くにいて仕方がないんだ。時間もないのに。やっぱりハーブおじさんに連絡しないと。待って、僕が一緒に引くよ。君が？重いんじゃない？できるよ。さ、早速連結しよう。分かった。
どうしたポポ、うん、あの列車はティティポが貨物列車を引いているのか、うん、うん、見間違いか。ボール遊びをしたいのか、うん、よし。ティティポとロコは船が立つ前に無事に到着し貨物を乗せました。助けてくれてありがとうティティポ。うんうん、ティティポ、貨物を一緒に引くなんてすごいな。そんな、僕もう行きます。ロコ、僕先に行くね。またな、ティティポ。お、すごいなポポ。ハーボーおじさん、ティティポ。汽車村は何事もなかったかね。はい、うん、はい、何もなかったですよ。おじさんも休めましたか。もちろん、久しぶりにゆっくり休んだよ。よかったです。ポポもそのようだね。ティティポのおかげでハーブおじさんは楽しい時間を過ごしました。お疲れ様ティティポ。ごめんエリック。ちびっこ列車たちがロータリーに集まっていますね。みんな、お、エリック、お疲れ。みんな、もう聞いた？どんなこと？数日後に汽車製作所で祭りがあるって。祭り？本当に楽しそう。だよね、公園もあるし花火も上がるって。花火？楽しそう。うん、その日みんなで行かない？うん、いいね。うん。僕もう行くよ、絶対行こうね。うん、エリック本当に楽しみなんだね。そうね。数日後、祭りの日になりました。じゃあ行こうか。お、まだエリックが来てないわ。自分から行こうって言ったのにどうして遅いんだ。みんな、いや、エリック来たね、早く行こう。君たちだけで行ってきてよ。エリック、なんで？急に仕事が入って。そんな。みんな楽しんできてね。わかった、じゃあ行ってくるよ。ディーゼル、私たちだけで行けないわ。エリック抜きで行っても楽しくないよ。そんな風に言ってくれてありがとう。もう遅れる、僕行くね。うん、行ってらっしゃい。バイバイエリック。ディーゼル、私たちだけで行くなんて言って。あ、そうだね。でもちょっと残念だね。うん、楽しみだったのに。ああ、せっかくみんな休みの日なのになんだよ。そうだね、うん、僕たち何する？みんな、僕たちほんの少しだけ見に行くのはどう？行ったことエリックにバレたらどうするの？少しだけ見て帰ってくればバレないよ。そうかな、うん、大丈夫そうな気もするけど。うん、ちょっとだけ見てくれば。だよね、早く行こう。ディーゼル、待って。ちびっこ列車たちは祭りが開かれている汽車製作所に到着しました。絵も描いてくれるみたい。じゃあ僕はガーディアン X を描いてもらう。お、公演もしてるみたい、楽しそう。うわ、行こう。うん。お、みんな、少しだけって言ったのに。ちょっと待って。ちょっと君と私永遠に一緒よ。僕ら最高の友達、キラキラ光る僕らの友情。
次の日になりました。昨日は楽しかったけど、僕たちだけで行ってエリックに悪いな。そうね。うん、今日の朝エリックに会ったんだけど。エリックおはよう。おはよう、ロコ。ちっとも元気がなかったんだ。祭りに行けなかったからかな。どうしよう。エリックが元気になる方法はないかな。その夜、仕事を終えたちびっこ列車たちはエリックと一緒に海辺に行きました。エリック、外出ると気持ちいいよね。うん、そうだけど、どうしてここに来たの？昨日祭りにも行けなかったから、一緒に遊べたらいいなと思って。ああ、そうだね。空を見てみて、流れ星だわ。うわ、あっちにもある。あ、あっちにも花火みたいだね。花火？エリックがまた祭りを思い出したみたい。どうしよう。みんな、そろそろ帰ってガーディアン X を見に行かない？それいいわね。今日は本当に面白いみたいだよ。エリック、早く行こう。ちびっこ列車たちがガーディアン X を見に来ました。この日も全国で早く始まればいいな。少し前、記者製作所でも祭りが開かれましたよね。そうです。少しその光景を見てみましょうか。こんばんは。ここは祭りの真っ最中の記者製作所です。あれは記者製作所の祭りじゃないか。ここの祭りではたくさんのイベントが開かれています。私たちだわ。ディーゼル、どうにかして。いたディーゼルピンチ。ディーゼルがとても痛いみたい。どうしよう。ディーゼル、大丈夫？早くテオのところに行かないと。ディーゼル、僕が連れてくよ。ガーディアン X の放送予定です。ガーディアン X。ディーゼル、早く連結して。急に治ったみたい。さっきまで痛がってたのに。大丈夫だって。早くガーディアン X 見よう。そうだよ、もう大丈夫そう。わかったよ。ティティポ、ティティポ。面白かった。みんな、僕先に帰るよ。もう？することがあって。じゃあまたね。エリック、気をつけてね。まだ気分は良くないみたいだ。祭りに行けなくて落ち込んでるんだから、僕たちがエリックのために祭りを開けば。祭りを開くって？記者村を記者製作所の祭りみたいに飾るんだ。おお、いい考えだね。エリックが喜ぶわ。うん、じゃあ明日一緒に祭りの準備をしようか。次の日、ちびっこ列車たちは祭りの準備をするために記者村を出ました。早く行こう。ティティポは画家のアンディに会いに行き、フェイスペイントを頼み、ジェニーとロコはフィックスとリフトを探して公演を頼みました。ディーゼルは記者製作所のテオ兄さんのところに行きました。明日花火をあげてくれって。エリックには秘密だよ。エリックに。でもどうしよう。明日は約束があって。そうなの？今日はエリックのために準備した祭りの日です。わあ、すごい。でも花火を打ち上げられないのは残念だな。他のもたくさんあるから、エリック絶対喜ぶわよ。そうだよそうだよ。みんな。エリックだわ。これは何？祭り？エリック、君のために準備したんだ。祭りに行けなくてとてもがっかりしているようだったから。みんな。それと
実は私たちだけで祭りに行ったの。ごめんなさい。え、祭りに行っただって？うん、エリックが行けないって言って本当に本当に行かないつもりだったんだけど。気になって少しだけ行くつもりが。本当にごめんエリック。あ、そうだったんだ。あ、実は僕も話すことが。話？実は僕も祭りに行ったんだ。あの日仕事が終わって戻ろうとしたら、お？まだ終わってないんだ。みんなを呼びに行かないと。わあ、花火だ。綺麗。少しだけ見ようかな。僕も気づかないうちに。本当にごめんみんな。エリック、よくも一人で遊んできたな。僕たちもみんなで行ったじゃないか。そうだ、そうだったね。別々に行ったけど、僕たちみんな祭りを見たんだね。そうね。じゃあ今日はみんなで楽しく遊ぼう。いいね。アンリー、一番かっこよく描いてください。わかったよ。おお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 。なんで笑うの？ティリ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 ポ。フィックス、リュート、本当に最高。こうやって一緒に遊べて楽しいよ。ありがとうみんな。楽しんでくれてよかったよ。ところで僕も見せたいものが。お、行けばわかるよ。うわー、行こう。うん。みんな楽しんだかい？お、テオ、今日は約束があるって言ってたよね。うん、エリックと約束してたんだよ。エリックと？うん、僕がテオ兄さんに花火をあげてって頼んだ。お、エリック、君も？ディーゼルも花火を打ち上げてもらうように頼んだのに。エリックが頼んできて、ディーゼルも頼んできて、どれだけ困惑したか。一人で花火見ちゃったから悪いと思って。あ、エリックも同じ考えを。不思議だわ。じゃあ早速始めようか。はーい。きれい。そうだね、みんなで一緒に見られて嬉しいよ。そうだね。エリックとちびっこ列車たちはお互いの思いを感じることができました。